はい、ブンブンブン、ハロー、YouTube でーす。さあ、というわけで、ヒゲのレーザー脱毛2回目に行ってきました。レポート動画でーす。今回もおなじみゴリラクリニックに行ってまいりました。ちなみに、ゴリラさんからは一銭ももらっておりません。勝手に名前を出してるだけです。むしろください。喜んでモニターになります。前回は新宿院に行ってきたんですけども、今回は渋谷院に行ってきました。特に理由はありません。で、今回なぜ、母さんマスクをしているのと、実はですね、つい先ほど、まあ約1時間前ですね、ちょうど手術をしてきたばっかりなんですよ。なので、あ、もしかして、レーザーの直後だから、赤くなってるのかな？それを隠すためかなと思いでしょうけども、まあね、横ら辺を見てもらえばわかると思うんですけど、ちょこっと赤いですけど別にそんなことはありません。なんでかっていうと、今ちょうど帰ってきて、録画のボタンをポチッと押して、そのまま撮ってるだけです。着替えたり、シャワー浴びたりすると、動画をね、実写の動画を撮る気がトーンと失せるんで、今のうちに撮ってるだけです。なんならね、もう、マスクもう一個つけましょうか。こうやってね。よし、これで完全防備。いいね。ネット活動者は顔バレとかね、怖いからね。これおすすめ。よし、これで俺も顔バレ防げるぜ。カメラカメラ。カメラカメラ。いや、そんなわけでね、2回目のレーザー脱毛をしてきたわけなんですけども。あ、カメラこっち？あ、こっちですか？失礼しました。そんなわけで2回目行ってきたんですけども、前回はね、普通に、なんていうの？焼き焦げるようなバチュンバチュンっていう感じのやつだったんですけども、今回はですね、なんか冷たいジェル、それをしながらアイシングしながらやるような感じの機器でした。なんかね、2種類あるらしいです、ゴリラさんは、院によってね。で、どっちが痛いかどっちがいいかっていうのはですね、まあ期間が空いてたんでちょっと比べるの難しいんですけども、顎とかは今回の方がちょっと痛かったかなっていう、全体的には今回の方が痛くないです。最初テストでパチュンってやるんですけども、え、今何かしたかいってぐらいのあ、余裕かなと思ったら、あの、回数を重ねればやっぱり連続してやるんでね、ちょっとは痛いんですけども、難しいところですね。まあどっちも耐えられない痛さじゃないかな。あの、何往復もね、バチ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 するわけじゃないんで、なんか、おー、もう耐えられないよっていうなるよりだいぶ前に、もう、はい、ここら辺 OK ですって感じでね、終わるんで。ただね、今回のでね、痛かったところは、この頬骨のあたりと顎のあたりと、マスクしてるから伝わんねえな、あとはあの、この鼻の下、ここ鼻あるんですけど、わかります？鼻の下のここら辺、あの、黒いところにレーザーって反応するんですけども、やっぱ毛が濃いところは痛いってのもあるんですけども、こういうところは骨に響くんですよ。なんだろう、中に響く痛みというか、なんだろう、チキンチキン、うん、違うな、なんだか、釣りキューン、違うな、なんかチャカカーンみたいな感じの痛みが響いてくるんですよ。なんかね、人によっては銀歯ある人はなんか銀歯にちょっと響きがあるとか、そういう感想もあったらしいです。まあ何はともあれね、これからまあ1週間から10日ぐらい経つと、ちょうど今ある分のヒゲの方がね、だいぶなくなって、かなりストレスフリーなお顔生活ができるのかなと。本当ね、1回目やった後のどんくらいだっけかな、まあ数週間経ったぐらいの時、レポート動画でも言いましたけども、剃った感じがすごい軽くて、やっぱね、どんどん細くなっていくみたい で数も減っていくし、いいことだね。本当にヒゲは本当煩わしいんで、こういうね、トゥルトゥルが好きな方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。あ、くれぐれも何回も言いますけども、クリニックさんからお金をもらってる動画じゃありません。今回の動画は個人的な動画なので、お仕事として改めてご依頼いただければ、私モニターとしていくらでもご提供いたしますので、他のクリニックの方々も、もしもご興味ありましたら、私の方にご一報いただけると幸いです。さて、次回は8週間から10週間ほど空けてまた行くんですけども、俺みたいにそんなに濃くない人は、8週よりもまあ10週くらい空けて、しっかり腫れ揃ってから、次の奴らが出てきてからやった方がいいかもとかお勧めされました。まあこのようにシリーズとしてはね、なかなか経過がわかりづらいというか、2ヶ月単位の動画になりますんでね、実際どうなんだろうってね、分かりづらい方はいるかもしれませんけども、別に知ったことじゃないです。僕が気持ちいいだけです。ということで、また次回、このシリーズはいつになるか分かりませんけども、まあ約2ヶ月後にその気があったら、飽きてなければまた投稿いたします。それではまたお会いしましょう。なんだっけ、あと登録だよって、いや、ここら辺何も出さないけどね、下の方ですね、画面下の方に多分チャンネル登録ボタンがあると思いますんで、なんかもう好きなだけポチポチってしてください。バーイ。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。
他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.